小峰、ようやく届きました。小峰の K の520、これで裾からの冷たい風も入ってこなくなりますね。よし、早速履いてバイク出してみましょう。今履こうと思ったけど、最初からファスナーがこうずれちゃってるんだよね。クオリティはあまり良くないですね。3箇所ずれてるな。 YKK だけど、一応ここに YKK はここに入ってるけど、微妙。小峰のブーツが届きました。前回ファスナーがダメで返品しました。ここのファスナーが駒が飛んでて、駒が3箇所も飛んでたんでね、返品しました。今回は右も左も両方ともファスナーに異常はありません。これでね、ズボンの裾から風の入ることもなくて、冬でもなんとか乗っていけそうですね。ちょっと汚れはあるけど、まあこのくらいはいいにしましょう。早速これを履いてバイク乗ってみたいと思います。シーズスカイラインにやってきました。おっかないな、この急なカーブで。トカゲ歩いてた。なかなかカーブが、まあ、楽しいね。このゆっくり走れば、安全運転でゆっくり走れば問題なし。小峰のブーツもズボンの裾から風が入ってこないんで寒くありません。ちょっとシフトダウンはいいけどね、シフトアップがこうレバーに足が触ってる感覚がないんで、ちょっと慣れるまで、まだブーツが硬いからもう少し馴染ませなきゃダメだな。でやっぱ中敷きがないから、中敷きはちょっと100均かどっかで買って100引いたらもっといい感じになるかもしれません。あ、後ろからバイクが来た。速い人が道を譲った方がいいな、これやな。素晴らしい天気だ。駿河湾もバッチリ見える。バイカーが、いや、いい景色だね。のんびりと、のんびりと走るには最高ですわ。
濃いからかな、高い気がないね。バイクで西津スカイライン走るのはもう何十年ぶりだもんな。こんなにすごい自然が、いい景色があるんだね。おお、駿河湾、夕日もここからなら綺麗に見えそうだ。カーブ、前は走らないと結構つるっとね、ステンつるっとステリンつるっとステンコロに行っちゃうみたいですよ。ブーツはね、風が入らなくて暖かくていいけど、まだちょっと硬いから足の動きが悪いです。足首がやっぱね、自由度が少ないから。なんかこのバイクね、乗ってるけどもうシートがちょっと合わないんですわ。まああんこ抜きって書いてあったからね、それのせいかな。これはね、やっぱね、ここまで来るとね、風が来るけどね、ここなら風が来ないんだよね。ちょうど、ヘルメットの顎の位置ぐらいだな。だから乗っててやっぱし、この風防が、カウルがあるとないとではだいぶ違うと思います。足もね、フルカウルになってるもんで、内側は大丈夫ね、外側、すねとか膝の外側は風がこう当たるけど、内側はそんなに当たんないんで、ジャケットはやっぱし、小峰のバイク用のジャケットと、手袋も、グローブも、小峰の。バイク用だから、これはもう防寒と防風やっぱよくできてますわ。ズボンはね、普通のズボンだからね、寒い、風を通しちゃう。このブーツがね、これはいいわ。このブーツ風がほんと入りたくて、あとだから下のパンツをバイク用のやつでも買えば、左にパッドも入ってるし、そうすればもう全然快適に走れそうですよ。11月の終わりだっていうのにね、風がなきゃあったかいもんな。
げるようになりたいです。まだね、これで100キロ走ってなんか疲れちゃって、腰は痛いし、もう手首がね、クラッチを握るこっちの左手とアクセルをひねっているこの右手の手首が痛くて、あと腰か、腰が痛いんだよね。なんか鉄の座り心地というか、ポジションがちょっと中途半端になっちゃって、骨盤が立たないというか、腰が丸くなっちゃって疲れちゃうんだよね。先輩に教えてもらったハンコじゃなくてもうバイクだけ倒すと、慣れないうちはもうバイクだけ倒してコーナーリングしていくと。すごい景色だな。なかなか乗れやすいね、これドルクがまああってギアチェンジしなくても今6速でこのくらいの坂ならどこともなくできます。おお、入道雲みたい、夏の雲みたいな、うまそう。品峠、品峠にやってきた、出ました、ブツブツ湖着いた。